旅行で長時間コンタクトレンズを装用している方にとっては目の乾きは大敵なので、旅行用には低眼水を選ぶと良いでしょう。アメリカンサイズキヨチャイボーンチェキラ。どうもコンタクト社長吉田大志でございます。コンタクト社長、全国旅行支援って知ってます？そりゃ知ってるよ。あれめっちゃお得じゃないですか。確かに旅行代金が最大 40% オフだっけ。そうです、得だよね。今回ディズニーやさ、ユニバーもテーマパークとかがさ、適用されたじゃん、びっくりしたよね。本当ですよね、なんかずっと、旅行行きたかったんですけど、なかなか行くことできなかったので、ディズニーとかいろいろ行きたいです。ちなみに社長、行けるとしたらどこ行きたいですか？ユニバー。おー、なんでですか？いやほら、東京に行ってディズニーランドはちょっと息子とか家族とかも連れてったし、一緒に楽しんだんで、僕は名古屋出身なら長島スパーランドで行ったし、やっぱユニバーでしょ、ユニバー。あー、そうなんですね。じゃあそんな話はさておき、さておき、はいはいはい、今回は全国旅行支援が開始されたということで、旅行熱が高まっている視聴者の方に、とっておきの企画をご用意しました。題して、旅行の時コンタクトどうするのです。どうするのそうそう何その企画の発表の仕方とはいえ、旅行用のコンタクトみたいな感じで TPO でコンタクトを使い分けてる人は意外と少ないと思うので、今回の着眼点面白いね。ありがとうございます。それでは行きましょう。普段から2ウィークやワンマンスタイプのものを使用している方も多いと思います。ですが旅行用に一番おすすめしたいのは、何といってもワンデータイプの使い捨てコンタクトレンズを使用すること。もちろん普段から使い慣れている2ウィークタイプのものでも問題ないのですが、お手入れのためにコンタクトの洗浄液や保存ケースを持ち運ぶ必要が出てきます。国際線の旅客機に搭乗する際、機内には 100ml 以上の液体を持ち込めないといった規則もあったりと、持ち運ぶ際に気を配らなければいけないポイントが出てきたり、行きは良かったけど帰りにはお土産で荷物がパンパンで運ぶのが大変なんて経験もあるんじゃないでしょうか。そういった観点でも荷物はできるだけ減らしたいものです。ちなみに日本人は世界でも有数のお土産好きらしいですよ。またコンタクトレンズの機能としては低眼水のものを選ぶといいんじゃないでしょうか。一般的に低眼水コンタクトレンズは長時間装用した時に目の乾きを感じにくいと言われています。旅行で長時間コンタクトレンズを装用している方にとっては目の乾きは大敵なので、旅行用には低眼水を選ぶと良いでしょう。それでも目がゴロゴロするなと感じたら、目薬を使用したり装着液などを使用すると、つけた瞬間の快適な装用感が長時間持続したりするので、ケア用品も上手に活用してみるといいかもです。装着液などあまり馴染みがない方は、過去に装着液についてお話しした動画もあるので、ぜひチェックしてみてほしいですね。またその他で言うと、 UV カット機能がついているコンタクトレンズも旅行にはおすすめです。旅行中は基本的に屋外に出ていることが多いと考えられるので、あなたの瞳も紫外線を浴びている状態と言えます。紫外線カット機能付きのコンタクトレンズで、あなたの大事な目を紫外線から守りましょう。いやー、非常にためになる内容でした。ところでコンタクトレンズっていろいろ種類があって悩む方もきっと多いと思うので、旅行に選ぶならこれって商品教えてもらえないですか？そしたらやっぱりウェーブワンデー UV プレミアム5枚入りかな。なんといっても今回挙げた3つのポイントを押さえつつ、高品質で低価格、1箱400円から買えちゃいます。しかも持ち運びやすいこのサイズ感、旅行用にワンデータイプがちょびっと欲しい方にとって気軽に買えるのも非常に嬉しいポイントではないでしょうか。さあ、いかがでしたでしょうか。旅行の時にどんなコンタクトを選ぶと良いか知っておくことで、楽しく快適な時間が過ごせると思います。
今回お話した着眼点も含めてコンタクトレンズを選んでみてください。レンズアップルでは豊富にコンタクトレンズを取り揃えておりますので、気になった方はぜひ覗いてみてね。それでは素敵なコンタクトライフをお過ごしください。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ちなみに俺乗り物嫌いだから酔うから。酔い止め持ってディズニーランド行くんだろう。引率するだけだ。ああ、なるほど。みんなで行くっていうところだ。そうそう。お父さんだよ。お父さん、ちゃんと。